皆さん、こんにちは。エロスゆるファッションスタジアムにようこそ。この大変な時期にエロスにお越しいただいてありがとうございます。エロスは3月からお休みをして3ヶ月間休館してました。今はイルカたちのことをたくさん毎日お届けできるので開館して本当に良かったなと思います。休館の前は絆というショーを行っていたんですが、その時は私たち客席の中まで入ってイルカたちのことをお伝えしていたんですが、今私が皆さんの方まで行くのはちょっとまだ時期が早いかなと思うので、ここで我慢します。皆さんもお席を空けて離れて座っていただいていてありがとうございます。今はゆっくりとご覧いただけるということで、とにかく離れていても思いはドーンとお届けします。そして休館中に嬉しいことがあったので、ぜひ皆さんにお伝えしたいです。実は4月21日に子イルカが誕生しました。ありがとうございます。今子イルカは右側のブリーディングプールで泳いでます。生まれた瞬間の子イルカを見るの私すごく久しぶりで、瞬間に生まれたってもう本当に声が出てしまうぐらい結構心がぐっと熱くなりました。そしてもう一つちょっと嬉しいことがあって、私あそこにいますルイという子とショーでよく一緒に遊ぶんですけど、休館中にコイルカがお母さんとしか泳いでないとちょっと人見知りになっちゃうかなと思って、他のイルカたちと一緒に泳いでもらったんです。その時にルイと一緒に泳いでもらった時に、お母さんがシリアスというんですけど、シリアスがちょっと一瞬子育て休憩中みたいな感じでゆっくりしてる時に、ルイがコイルカの元にパーッと泳ぎに行って一緒に泳いでくれたんです。なんか一人じゃ寂しいのかなって思ってくれたのかもしれません。実はルイはここにいるミレニーと、どこかにいますサワのお母さんなんです。2頭の子育てしっかりとやってくれたベテランのイルカなので、やっぱまだ母性があるんだなって思ってちょっと感動しました。こういったことも今では皆さんに毎日お届けできるので本当に嬉しいです。今みんながね、おびれくれてますね、はい、それではイルカミニライブ始めます。みんな行きましょう。すげえ伝わってる感じが。
はい、手を出して